ファイルの作り方。使用するバルーンはこちら。160緑に15センチほど空気を入れます。両端を結び、輪っかにします。これはまぶたになります。360緑に空気を入れます。260白に空気を入れます。口巻き同士を結びます。360緑で絞りひねり、白で4センチのバブル、絞りひねり、白で5センチのバブル、緑で8センチのバブルを作ります。まぶたのパーツを挟み、2つのバブル同士をひねり合わせます。白で5センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。緑で8センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。まぶたパーツの位置を調整します。目を作ります。160黒に空気を入れます。2センチのバブルを3つ作り、残りはしぼませます。両端を結び合わせます。これを白の絞りひねりに取り付けます。少し間を空けてください。360緑で顔を横一周し、元の絞りひねりに絡めます。
緑で9センチのバブルを5つ、白で12センチのバブルを作り、ひねり合わせます。緑で絞りひねりを5つ、両方の風船をしぼませて切り取ってください。足を作ります。160緑に空気を入れます。8センチのバブルを5つ作り、お尻の絞りひねりに絡めます。はひねりを3つ作ります。8センチのバブルを作り、余りはしぼませます。はひねりを3つのバブルの間に挟み、位置を調節します。8センチのバブルを、はひねりの中に若干突っ込む感じで位置を調節します。腕を作ります。160緑に空気を入れます。後ろの絞りひねりに絡めます。13センチほどのバブルを3つ作り、元の絞りひねりに絡めます。残りはしぼませて切り取ってください。土台を作ります。260フォレストグリーンを膨らませます。6センチのバブルを3つ作り、たらこひねりにします。同じ作業を繰り返します。
6枚花になったら、残りをしぼませます。土台とカエルを組み合わせます。これで完成です。お疲れ様でした。